県内初の義務教育学校西田学園で開校式が行われました。西田学園は西田町の5つの小学校と西田中学校を統合して開校しました。開校式では品川市長の激励に対し、生徒会長の山田淳之介君が、ここから私たちの西田学園の歴史と伝統を築いていきたいと述べました。校旗が品川市長から原伸二校長に手渡された後、子どもたちが作詞した校歌を在校生全員で披露しました。1から9年生まで学年の壁を越えた交流、他の学校ではできないようなこういろんな人との交流を図っていきたいなと思っています。西田学園は義務教育9年間を4、3、2の3つに区切るなど、特色あるカリキュラムを実践していきます。東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプの候補地として、ハンガリーの関係者が市内の施設を視察しました。視察に訪れたのはハンガリー水泳協会のブラダール・シャンドール会長ら4人です。郡山市は鯉を食べる文化などをきっかけにハンガリーと交流していて、2月には食文化を紹介するハンガリーフェアを開催しました。郡山新近海西山プールを訪れた一行は、プールの水温や室温などを確認したほか、飛び込み台など施設の概要について吉崎副市長から説明を受けました。Ilyen benyomásom nem volt még az elmúlt 40 évben. Ez a fantasztikus fogadtatás, ami itt várt bennünket, minden képzeletet felülmúlt. 郡山市は今後も事前キャンプの誘致活動に取り組みます。JR 磐越東線の毛木駅で桜のライトアップが行われています。JR 毛木駅の線路沿いでは、1914年に開業した際に植えられた桜などおよそ30本が毎年花を咲かせます。白やピンクの LED で照らされた桜の木が夜空に浮かび上がると、訪れた人たちがカメラを向けていました。鉄道の車両と一緒に桜のその景色を合わせたその写真が撮れるので、その僕鉄道が好きなのでそういう写真が撮れるので大好きです。ライトアップは26日までで、午後6時半から10時半の間行われます。